ビミナーレは、ローマの町の元になった、ローマの7級の一つ。ビミナーレの丘とも表記される。北西にクイリナリスの丘、南東にエスクイリノスの丘がある。南西方向に、下のように突き出した丘の長さは、約700メートル、面積24ヘクタール、標高は50メートルから57メートルである。古代ローマ時代において、ローマの7級の中では、 最も重要性が低く、重要な公共施設もほとんど建設されなかった。また、主要な道路もこの丘の橋をかすめるように通っていた。現在、20世紀初頭に建てられたビミナーレ宮殿やローマ歌劇場などのランドマーク的施設がビミナーレの丘にある。また、丘の北東端付近には、長距離鉄道のターミナル駅である、テルミニ駅やローマ国立博物館。 ディオクレティアヌス浴場跡などがある。アウェンティヌスカピトリヌスカイリウスエスクイリヌスパラティヌスクイリナリスウィメナリス紀元前31年のローマの地図上に示したローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む国天線はセルウィウス城壁。ありがとうございます。